はい、皆さんおはようございます。シミリスのシュです。今回は恐竜の足跡みたいな問題、2020年度高専の問題となってます。この問題なんですけど、基本的な問題がしっかりと分かればできるような問題です。それではやっていきましょう。はじめ、外角定理を覚えておかないといけません。 A たす B はイコール C、 この公式を覚えておきます。この発展的なもので、ブーメラン型というものがあります。こういったやり方があります。 A たす B たす C イコール D というやり方があります。このやり方なんですけど、まあ補助線を引いたときに、こことここ足したらここです。こことここ足したらここです。なので A たす B たす C は D だということになります。他にもまあ補助線、こういうやり方の人もいますね。こういう補助線を引いて A たす B で、ここで外角定理で A たす B、 A たす B たす C で D だというやり方もあります。どちらでもいいね。 A たす B たす C は D と覚えておきましょう。そうすると、ここも補助線を引いていきます。次に A と B、C と D って形で書いて、この時に A たす20たす C は80、 B たす D たす20は85になります。ってことは、こういった式ができます。で、この2式を足すと、こんな式になり、 A たす B が X、 C たす D は75度。なので X たす20たす75たす20イコール80たす85という式になります。これを計算すると、角度 X は50度になります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題なんですけど、外角定理の基本的なところが分かり、その次にブーメラン型で、その次に発展的な問題でした。今回の問題が面白いと思いましたら、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではね、バイバイ。